どうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、ベネシのピヨタです。さあ今回もお嬢様をねいじっていきたいと思います。さて、今回まあ最初にねあげようとしているのは無難なね鮭の塩焼き。いやー、朝ごはんの定番和食のねところのイメージが強いやつですね。まあ一応今回あげようと思っているのは鮭の塩焼き、カツ丼で、鶏の香草焼き。もうなんかお腹減ってきます。あげましょう。お、今日は鮭の塩焼き。朝ごはんっぽくはあるけど別に夕ご飯でもいいわね。そういや夕ご飯でしたね。あれご飯はですよねお味噌汁やご飯とか主食や汁物はないの？何？都合上見えないけど、ちょめたい。そう、じゃあしょうがないわね。あれですか、あの裸の王様的なバカには見えない食事がここにみたいな。もぐもぐ、おいしいわ。塩加減がなんとも絶妙で鮭本来の味が引き立ってるわね。この皮周りの身がおいしいのよね。わかりますよ、あの皮とね身のちょっとした間にあるね、まあ、あの脂の感じがおいしいですよね。ついでに僕は皮も好きですよ。ご飯が進むわ。ただしご飯はない。はい、そんな感じでした。いやもうね逐一食レポされるとお腹空きますよね。カツ丼、シンプルだが安定感のある一品。刑務所などでよく出されている。まあ完全にイメージカツ丼だわ。買おう。なんかもう目がちょっと笑い方怖いですよ。もうなんかカツ丼だぜみたいな感じのちょっと狂気に満ち溢れた目してますけど、おいしそう。これどうしたのよ。頑張って作りました。出前を取りました。頑張って作りやした。すごいわ、何でも作れるのね。よし、早速いただこうかしら。もぐもぐ。箸、うん、カツ丼箸。ああ、カツ丼は箸でいっか。すごく美味しいわ。すげえ、なんで美味しいわっていう時だけ箸から持ち帰るんですかね。肉にしっかりと染み渡ったタレが玉ねぎやお米によーく絡んでるわ。そしてふわふわ卵の甘みと口当たり、どこから食べても一級品よ。じゃあ下のご飯のところだけ食べてください。一級品でしょ。どこから食べても一級品。じゃあ下のね、全く具の触れてないところからご飯だけを食べてください。カツもジューシーに仕上がってるわね。お腹減ってきたな。タレでよく煮込まれたしんなりした玉ねぎも美味しいし、その中でもちょっとしたシャキッとした感は、なんて読むの、小気味いい食感のアクセントね。毎日でも食べたいくらいだわ。毎日カツ丼ね。なんか次回レミリア太るみたいな、そんな感じになりそう、タイトルさすが朝やね。はい、じゃあ次は今のねやつの出前を取ったバージョンしましょうか。さてカツ丼です。出前を取りました。お、出前いいじゃない、たまには奮発しましょう。兄、出前嫌いじゃないんですか？この前ハンバーガーのやつファーストフード店みたいな感じでやったらさ、ちょっと足りないみたいな感じのこと言ったくせに。出前はいいんですか？出前の、うわ、見捨てやもの。出前なんて取らないのな、そういや。ありがたくいただきましょう。もくもく、おいしい。さすが店の味といったところね。老舗の味わいを感じるわ。おい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 、これで老舗じゃなかったらどうすんよ。老舗の味わいを感じるわ。いや、これ先月オープンしたお店なんですけどみたいな感じのさ、昨夜さんがちょっと目をそろす感じが、ちょっと目に見える感じが、何かほのかに食べ慣れない味がするんだけど、隠し味に何か入ってるのかしら。昨夜ちょっと食べてみてよ。まさか、関節技あなたの舌なら隠し味を判別できるんじゃないかしら。何、神の舌？では一口失礼します。どう？うわ、めっちゃくちゃ出てきた。カツ丼あと2つぐらいしかないよ。
でもじゃあね、この中の選択肢を2つしか選べないとするならば、タレにごま醤油を使っていますね。ソースとマヨネーズが入っていますね。すりおろしたニンニクが入っていて最後は次に取っておきましょう。じゃあタレにね、ごま醤油使ってますね。なるほど、ごま醤油、ほのかな香ばしさはそれのおかげなのね。さすが昨夜ね、いい舌を持ってるわ。ちょっと今度昨夜も使ってみてよか。美味しかったわ。さてじゃあ、再びね関節キスしてもらいましょうか。はい、とりあえずカツ丼で、ニンニクを隠し味に入れてもらいましょう。出前を取りました。いいねいいね、食べ慣れない味。じゃあちょっと一口いただきます。いやー、すりおろしたね。あのお嬢様の天敵が入ってるようです。グバでもさ、普通に食べれてるってことはさ、いいんじゃない。アレルギー物質もさ、ちょっとずつ食べればさ、体も慣れてくると言いますし、あの最近のねアレルギーの治療とかも、アレルゲンと呼ばれるね、そのアレルギー物質を少しずつ体に摂取することによって、体のね、あの反応を抑えるということをね、今現在アレルギーの治療としてやってるんで、別に普通にね美味しいって言って食べれてたんだったらいいと思うんですけどね。ニンニク入ってたのこれ、美味しくいただいちゃったけど、いや体調にはそんな問題ないと思うけど、なんか気持ち的に気分悪くなってきたわ気分ですか、いいじゃん体調いいなら。ニンニクそれなら健康にいいですよ。注文前にちゃんと確かめといて美味しくいただいたならいいんじゃないですかね。いやー笑えるわグワッていやー、じゃあ次、普通に美味しそうなね、鶏の香草焼き。時間をかけじっくりローストしたかぐわしい一品。腹減る。おお、この香ばしい匂い、香草焼きね、めっちゃくちゃ輝いてる。目に星が、少女漫画みたい。これ大好きよ。早速いただいちゃうわ。パクパク、もぐもぐ、おいしい。皮はパリッと焼けていて食感は抜群。それでいて焦げているわけでもなく、皮の旨味がしっかり残っているわ。うまそう。いやー、でもなんかこの画像を見る限り、お稲荷さんにしか見えないのがちょっと悲しいところですよね。そしてこの鶏肉のジューシーなこと、噛めば噛むほど肉汁、旨味がどんどん溢れ出すわ。さらにこの閉じ込められた香草の香り、そして旨味、顔、なんか顔だけもうなんか喋り疲れてきてる感じになってますけど、ハーブやスパイスたちが鶏の旨味をさらに引き立てているわ。うんうん、そうね、これはバジル、パセリ、それからオレガノ。おー、詳しい。マジョラムも入ってるかしら。それからこれはローズマリーね。タイムもあるかしら。じゃあ最終的にさ、それからこれはニンニク、うわーみたいなことなってくれたらめちゃくちゃ面白いよね。どうした、どうかしら、昨夜当たってる。いや、プラスアルファニンニクがありますぜ、キラーンみたいなさ。おお、選択肢が3つさすがですわお嬢様。ちょっと惜しいですわね、何も入れてませんがいやー、確か香草焼きは2つでしたよね。だから1回目は揚げましょう、揚げて落としましょう。さすがですわお嬢様。あら、当たってた。私の舌もまんざら捨てたもんじゃないわね。なんか私の舌も捨てたもんじゃないわねとか言ってると、自分の舌を信用してない感じがするっていうよりも、なんかね、レミリアさんもう舌いらねえみたいな感じの言葉に聞こえる。怖い。これも昨夜の作る美味しい料理をいつも食べてるおかげかしらね。おお、イチャイチャしやがって。また美味しいのを頼むわ。さすが昨夜ね、さすが昨夜ね。次はね、お嬢様をいじめていきたいと思います。めっちゃくちゃ笑顔でこっち言っちゃってますけど、結構ね、もうなんかいじめる人の発想みたいになってますけど、さーてと、これはいっぱい語った後に
いや、何にも入ってませんけど。一言。うん。いいじゃん、美味しかったら。いやー、目いっぱい笑わせてもらいました。いいじゃん、美味しかったんでしょ。まあ、絶対ね、言わないと思いますけどね、咲夜さんは。当たってますわとか言い、なんかその場で言っておいて、今度から作るときはお嬢様があげたところになかったものもひっそりと入れておこうみたいな感じのことになりそうなんですけどね、本来なら。さて、今回はじゃあここまでといたしましょう。今回もね、あのレミリアさんのグバが見えましたね。なんかだん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 と料理のグレードがね上がっていって、まともなのに変わっていくにつれ、咲夜さんがちょっとダメな感じになってたり、イチャイチャし始めたりし始めましたね、うん。で、次回は熱々おでん、特上お寿司、そしてステーキを揚げていきたいと思います。こちらの3つですね。いやー、一番期待持てるやつ来ましたよ、熱々おでん。もうね、芸人魂燃え盛るレミリアさんに食べてもらいましょうよ。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。